ばんは。ちょっとさ、コンタクトがさ乾いてさ、目薬する。私こんなに目薬使ってたっけ。蒸発したんだけど。絶対、え、絶対蒸発した。ねえねえ、ゴム隠しツア取れちゃって、こうなって、ゴム隠しって言って、この付け根のゴムを隠すために一本シュッてやって。うん、待って待って、ボサボサです、すいませんすぎるこれやばいこれやばい。なんかこれちょっとどうにかできないの、やばっ。パリコレっぽいって何？とりあえずさ、コンタクトがさなんか乾いてさ、なんかあれだからさ、ちょっとコンタクトするね。あ、潤った。そう、これ今日家に帰ってきたらね、 ZOZO が届いててね、嬉しくて来たまだね札取ってない、帰ってきたら届いてました。やったぜ、ピンクにしたのこれここも止められる。ピンクにしたの。首元も暖かそうだねそうだよ、ピンクに見えない。嘘、ピンクだよこれ。え、ピンクなんだけど、え、悲しい、ピンクなんだけど、ピンクなんだけど、ピンクに見えないって言われました。そうですか、そうですか。肩明かりで嬉しくて着てるんで、いいじゃないか。ベージュに見える、嘘、ピンクじゃん。これピンクベージュ、これもでもピンクなんだよ。ちょっとピンクベージュだけど、これピンクベージュ、これピンク。ピンクなの。ピンクなの。これもピンク。確かにこれに比べたらベージュに近いね。グレーベージュに見える。でもピンクなの。最近ピンクのものを買うようになった。昔めっちゃピンクばっかりだったから、なんか嫌だなって。大人になるにつれてピンクが好きだけど、自分に似合う色を選ぶようになったけど、最近は自分に似合うピンクを買うようになったので嬉しいです。なんかピンクになってきた。あったかい、こういうのが一番あったかいよね。風をさ通さないからさ、いいよねって。
あ、昨日どん兵衛さんのやつ見てくれた。そう、いや昨日さ帰ってきたのがさなんか終電とかだったからさ、もうなんか何にもできなくって、だし今日もね頑張ったのよ、早かったんだよ、私2公演だったから体力めっちゃ、今回の公演はね皆さん見に来てくださったり見てくださった方はね分かると思うんだけど、結構ボリューミーな公演なので私は本当にヘトヘトですね。一曲一曲やっぱ魂を込めてたら魂今吹っ飛んでるか、でもそのくらいですね、あの気持ちと全力でやってるので、やっぱり、あ、そうです、だから MC がぐだるんです絶対そのせいにしちゃいけないけど、やっぱねそうなんですよ、すごい体力使うし、なんか気持ちも結構なんだろう入り込む曲多いからふーってなる。気持ちも体も動かすので結構ですよ。でもね今日もみんな楽しかったね。今日ルレクチェ食べた。そう、え、あのルレクチェが大好きなんですけど、そう、そんなルレクチェ食べれて美味しかったです。なんかすごい小学生みたいなコメントですけど、ルレクチェが美味しかったです。そう、ルレクチェ高い、新潟の名産品です、フルーツ。そう、めっちゃ美味しい。そうだった、ごめん、充電少ないからさ充電しながら配信しようって思ってたのにすっかり忘れてた。テレレレッテレー充電をしまーす。よいしょ、ふっふっ。サイヤがさ卒業発表しちゃったの、はあ、寂しい。なんかやっぱり同期の卒業ってなんか昔もそうだけど今やっぱりなんていうんですか、どんどん少なくなってるし、先輩も少ない中でなんか自分たちの引っ張っていく番だねってこうなんかなっている時に結構こう心細かったりするんですよね。なんか同期が卒業していって、いやもちろんみんなそれぞれのさこう人生選択する道があって、なんか悩んだんだろうなとかさいろいろ考えたんだろうなとか、いつ考えてたかとかわかんないけどさ、なんか結構バタバタしてる時期もあったからさ、そんな中でさなんか卒業を決めてこれからどうするかとか決めて準備してってやりながら、でもグループ活動へのモチベーションもちゃんと保ってて
お仕事真面目にやってって、なんかそっか思ったねえ。寂しい。でもわがままを本当言ってしまうと寂しいなって思います。引き止めたい気持ち、はあ、私ってどうしたらいいんだろう。考えさせられますね。私はまだ NGT にいるんですけど、でもなんだろう、なんか最近はその NGT の活動以外のお仕事にも力を入れて いかなきゃいけないっていう気持ちもそうだし、状況もそういう風になってってると思っていて、一期生さんが卒業されていって四期生も入ってきて、なんか恐縮な言い方というかおこがましいというかですけど、でも今までのこうやらせていただいてきたことも踏まえて私が頑張らなきゃいけないなってすごく思う。私が頑張んなきゃって思ってて、だからうん、3期生の子たちとか見ててポテンシャルをなんかどうしたら引き出せるんだろうなとか、それは多分スタッフさんができることじゃなくて、きっとなんか同じことをやってる私たち先輩がやってあげることだったりとか、私もうん、なんかグループ外の世界でに行くことがグループのためだと思って今やっていて、それは昔からもそうだったけど、最近は本当にそのなんだろうな、どんどんその先輩方とか同期の卒業が増えるにあたって、そのより一層そういう状況になってるというか、今まではなんかうん、なんだろう、同期もまだたくさんいるし、リカさんいるし、日向さんいるし、私は私ね、そんなに気負わず頑張っていいんだなみたいなこう言っていただくし、いけるし、なんか本当に本当にこうなんだろう、目の前のことを一生懸命やるっていうことに頭も心も体もそれに使ってたんですけど、最近はなんか必然的にこうやっぱりグループのことをどうしようかって考えていかなきゃいけない、動いていかなきゃいけない、自分のことだけじゃダメで、うん、っていうのをがなんか増したうんですかね。だからなんか不思議な気持ち、なんか公演をやってる時もそうですね、なんかうん頑張んなきゃなって、公演はだから最近やりながら絶対なんかグループこの劇場
絶対守んなきゃなっていう気持ちに毎回なる大げさな話に聞こえるかもですけど、結構そう思うかな。でもなんか外の世界に行くのって、私は結構自分にかなりなんかこう、私そんなに得意じゃないタイプなんですよね。もうなんだろう、初めて会う方とのコミュニケーションとか、その慣れない環境で慣れないことをやるとかっていうのに、なんか適応能力みたいなのがそんなにこう優れてる人なわけじゃなくて、だからっていうのと、難しいんだけど、でも公園に出るとやっぱりみんなと一緒に公演してるのって楽しいなとか、ファンの方温かくて支えていただいてて、だからこの場所守らないといけないなって思ってて、だしなんか帰ってくる場所があるって嬉しい、ありがたいことだなって、それを胸に外の世界でなんとかなれるように頑張らなきゃいけないなって思うんですけど、の繰り返しですね。でも結構心折れやすいのでポキッとなんかね、なんか大丈夫な時は大丈夫なんですけど、やっぱなんかいろいろ重なったりすると、何がとかじゃなくてなんか全部がでうわーってなっちゃうことあるので、あーってなっちゃったりするけど、でもなんかね、うまく言葉で伝えられない、どうまとめたらいいのかわかんないんだけど、でも本当にファンの方、これ綺麗事とかじゃなくて、なんかねメンバーとかファンの方とかの存在が私の頑張れるこう源というか、そのどんなに無理だ私これできないわって思っても、いやダメだ諦めちゃう頑張んなきゃってなれるのは、本当に NGT にいてくれるメンバーとファンの方の存在のおかげで、本当になんか自分が綺麗事を言ってるみたいでちょっと気持ち悪いんだけど、なでも本心なんだよね。なんて言えばいいのかな、なんか綺麗に本当にまとめようとして言ってる言葉ではなくて、本当にそれはそうでこれ以上なんだろう、もうちょっとこうカジュアルに伝えたいんですけど、急になんかねすいませんなんて言えばいいの、本当でもそうなんですよね。だからなんかいつもありがとうございますこちらこそありがとうございます。なんか今日村民の方多かったよ、公園嬉しい、みんなたくさん来てくれて、これからはるかが出る公演もぜひ応援しに来て、やっぱり見慣れた顔が安心する見慣れた顔が安心するって誰本当なんかいつも
なんか私のこと応援してくれてるファンの方いると嬉しいから。ぜひ来てください。あ、そう、次の公演が私多分今年最後の公演で30日なんですよ。ちょっとまた時間が空くんですけど、そう。でもさ、やっぱなんかあれだね、今までさコンサートでやってた曲とかをさ公演でやるからさ、またこうなんかね、そうなのよね。絶望の後でとかさ、ほんと一曲やるの気持ちが結構もう気持ちが結構もうなんて動くから、それで疲れるんですよね。もちろん振り付けダンスも歌もそうだし、もう感情が結構もうビャービャービャーってなるからなんて言えばいいんだ、そうそう、結構曲に入っていく感じがするので、やってる時はもうなんかあれなんですけど、こう終わった後にズドンってくる、なんだろう、現実の世界に戻ってきた時にあっみたいななる、そうそう。だから皆さんもこうコールももちろん頑張ってくださってるし、なんか手拍子とかサイリウム持ってくれたりとか、うちわ持ってくれたりとか、なんかファンの方も結構体力ねえ、そうだよね、でもなんか公演って感じでいいですよね、それが。そうだねそうだね、そうだね、上から目線はやめてくれないか、優しくされてもなんか惨めになるだけ、付き合えないなら同じことだよ、5分過ぎた後泣きたいよね。知ってた、トトトってさ、あれさ歌詞にさ本来ないんだ。私さそれなんかショールームのカラオケ配信でなんか初めて知って、トトトと友達でいましょうって言ってるけど、あのトトトってないんだって本当は。だからなんか多分音の段階で、そうそう、コーラス的なやつ、そうキキキキーと、もうなんかトトト友達もそうです、そうなの、友達でいましょう、好き、じゅんちゃかじゅんちゃかじゃん、トトト友達でいましょう、嫌いじゃないのよなんて何のフォローにもまるでなってなかった、絶対に気まずくなりたくない、5分前のこと
忘れよう。なんだかそうなのよ、いい曲なんだよ。やばい、またコンタクトが取れそうになって、これもう寿命ってこと？コンタクトのねえ、どういうことなのかしらね、本当に。あとでとかすごい好き、あとあとでででんでんでででーあとでででででキーマステストの勉強中はでか話せないよ、話せないよ。そう、君のことは大好きだけどごめんね、今は遊んであげられない。悲しげな顔しないで、もうちょっと待っていて、後で僕だっていっぱいいっぱいキスしたいけれど、今すぐにやらなくちゃいけないことはたまたまあるんだ。君だから今は君も優雅して、おとなしくどんな風にキスをしようか、そこで考えてて、てれれ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 れ。そう、私最近横から刺すタイプになったんです。やっぱ上から刺すとさ、外すから。あとで僕の隣にくっつきながら応援をありがとうありがとう、寂しくはないし心強いけどごめんね、今は勉強しにくいかな、邪魔なんて言ってないよ、ただ単語が覚えられない。あとで君だって、今も今もいい子にしてくれてる、落第をしないように気を使ってるんだ。元気な春そうだよ、背中は重くないの、あれめっちゃ軽いんだよ、めっちゃでかいけどめっちゃ軽いんだよ。そうなの、でもねでかくてね、廊下とかね、あれやばい、2人ですれ違えないじゃん。そう、あれ2人ですれ違えないんですよ。だしあの衣装めちゃくちゃ熱い、本当になんかあの登山用みたいなやつを、多分そのあれでも本当の衣装のやつだからめっちゃ可愛いよね。私あの衣装が公園の衣装の中で一番好きかもしれない、ずっとあれ着てやりたい空き缶パンクとかもあれでやりたいくらいで、見てほしい。ちょっと今写真、携帯これだからちょっとあれなんだけどね、すごいね。そう、ダウンジャケットみたいなのにこうなんかさ、ピコピコとかさいっぱいついてるじゃないですか、めっちゃ可愛くない？めっちゃ可愛いの。そう、めっちゃ熱い。ピョンチャン、ててててててて、あいあい、夢も希望もいらねえ、ぬるい言葉はくだらねえ、
学校なんかいても未来教えねえだろう。チュ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 。ハルルは振り幅そうなの。今回やってるユニットのね、振り幅がね広いの私。だから見に来て。まださ見に来てない人とかさ、在宅の人とかさいるでしょ。見に来て。出てきて。そうだよ。絶対ね現場に来た方が良かったっていう声しか私は聞いたことない。本当に在宅だったけど来て良かったですって引っ張り出してきてくれたきっかけに感謝っていう人いっぱい知ってる。私の新恋まだ見れてない。見に来て。30日に出るよ。そう、明日はいない。30だよ。30だよ。はるちゃんの新公演を見たい。見に来て。30か。30です。確かに今年最後の公演ってなるとちょっとみんな当たるか不安だなみたいな。新公演でいろんなはるちゃん見れるよ。嬉しい。つけないの。つけてます。これはさっき届いて着たくなってきた。テレレレレテテ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 テ。これねフード。あれフードこれ。あれ、あ、フードついてる。知らなかった。でもパーカーのフードがまずあって、ちょっとそれはね、これが下に着てるパーカーのフード。髪の毛もあれですね、フードがあった。見て、もうなんかただの雪だるま星人みたいな。ちょっとあんまり可愛くないから外すね。やっぱハーフツインしてると髪の毛の行き場が失われるので、すごく今帽子かぶってみてに答えてみて、すごく恥ずかしい。結構後悔してます。でで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 。僕の状況なんて、君が幸せなら気にしなくていいんだ、どうでも構わない。今ここで一番大事なことは。風が吹いてますね。愛し合ってること、何があったってここで一緒にいたいんだ。ずっと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 僕と会っていっぱいいっぱい競争したいけど、今すぐにやらなくちゃいけないことあるんだ。後で大好きじゃん。そうだよ、後で好きなんだよね。カラオケで歌ってるよ。歌ってくれてありがとう。後でより、ありがとう。後でより、ハルルン可愛かった、ありがとう。ハルルンより、
ありがとう。なんか手が生えてる、これ？今日の MC おもろかった。いやなんか多分なんだけど、私に本当に仕切りとか任せない方がいいと思う本当に多分初日を見てスタッフさんはそうなったんだと思う。いやーの一杯って何？いやなんか本当になんか何を言い間違えたんですかね。多分何を頭にイメージしてたのか分かんないけど、最後の一曲、最後の曲ですって言おうと思ったんだけど、なんか最後の一杯って言ってなんかなんかすごい意味が違ってきちゃって、なんかちょっと嫌でしたね。未成年の誓い、てれてれ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 れ、僕の状況なんて君が幸せなら気にしなくていいんだ、どうでも構わない。そう、背中のは本当に重くないんですよ。でっかいリュックを背負ってるけど、四角くてでっかい、そう箱を背負ってるんだけど、スペースはねめちゃくちゃ取るけど全然重たくないんだよ。持ってみたくなるよね。てれてて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 、僕の状況なんて君が幸せならエンドレス気にしなくていいんだ、どうでも構わない、どうでも構わない今ここで一番大事なこと、愛し合ってること何があったって。いやカラオケね、ちょっと今充電器してるからねあれなんですよ。エンドレス楽しくやろうぜ、おさんみんなで。バグってるのか。うん、そうかもですね。なんかやっぱ公演終わりのテンションが変っちゃ変なんですよねはい、そうなんですよ。公演終わりなので全部を使い切ったんですよ私は。ひいいでしょう。公演終わりはね結構楽しくふわふわしてます。気にしなくていいんだ、どうでも構わない。雪が降ってる、ありがとう。気にして気にしなくていいんだ、どうでも構わない。ここだけずっと歌おう。君が幸せなら気にしなくていいんだ、どうでも構わない便利な歌詞だな。でしょ。今ここで一番大事なことは、そうだよ、夢に
できそう。気にしなくていいんだ、どうでも構わないでしょ。なのかさ、話をさしようと思ってショールームしたつもりだったんだけどさ、忘れたな。まあさっきしたか、それでいいのきっと。オッケー。いやー本当にでもこの公演なんか、でもなんか悔しい要素いっぱいあるんだよね実は。真面目かよって感じ。実はね真面目なんだよ。勘違いしないでもらいたいのと、でもなんかあんまり真面目だっていうのもちょっとあれだけど、なんかはあ、もっと MC 喋りたかった。いや MC はもうでも結構喋らせてもらってます。でもさ、やっぱ究極の二択とかさできないからさ悲しいよねそうなんだよね。いや違うよ、 MC はもう私はきっと変わらずずっとこうなのでよろしくお願いしますって今日のメンバー反省会で言ってしまったからでも今日さ、なんかみゆみゆキャプテンもいないしさ、ひのちゃんがさ最近なんかボスだったの、その夜公演初日夜公演チームのそのなんか議長って呼ばれてて、ひのちゃんがでもひのちゃん今日昼公演でだけで夜公演は違ったから、なんとなんか私がもうなんか反省会するよーって言ったんですよ。でも言ってみたものの、そう言ってって言ってみたものの、私は何をしたらいいのか分かんないですって言ったら、なんかさあやとかがあやってみてよって言うから、うん、じゃあまずみんな今日の公演でなんか気になった点とかありますかって、結構ちゃんと真面目にね仕切ったんだよ私だってそうだよ、ちょっといつもだからさ誰かしらいるんだよ。マシモンとかも仕切ってくれるし、ナナミとかさ、今日ナナミ体調不良でさ出れなくなっちゃったからさ、そうだよナナミと共演できるよってさ、だからナナミに LINE したんだけどさ、なんかね元気になってほしいよね。はあ、そうだよそうだよ、そうなんですよ。なんかいやでも本当なんかね、いやちゃんと真面目にね、真面目にいや真面目に反省会は知ってましたよもちろん。やっぱ公演のこれからのパフォーマンス向上だったりとかね、もちろん安全を確保してのあれもあるので、ちゃんと反省会しましたよ。キャップ任せてくださいよはい、こんばんは。スキー帰りねえ、スキー帰りじゃないよ。今日ルレクチェ食べた、さっきも話したね、ルレクチェ美味しかったんだよ今日、可愛かったよって。本当？なんかさ、別に私ネガティブでもポジティブでもないんですけど、普通に自分のことを客観的に見て思うことね、なんかパンチが足りないなってすごい思うんですよ。なんかこうつかみどころというかないなって。別にネガティブじゃなくて、もうほんと客観的に見て
純粋に思う。パンツっていうのはまあ一言で言い過ぎてるけど、なんか別にそんななんか可愛いわけでもないし、なんだろうな、なんかね話しててね、やっぱまとまりがつかないんですよね。誰かの手を借りないとまとめることができなくなっちゃうから、あー私って本当にみんないつもなんかご迷惑おかけしてるなって思うし、なんかこんなねいろんな曲でセンターとかやらせていただいてるけど、ずっと初めてセンターになった時から NGT のファンの人が納得してくれるような NGT の魅力を引き出せるようなセンターになりたいっていうのがずっと自分の中ではあったけど、どうだろうなってこう2年くらい振り返ってみて、そうですね、なんか結構一人で空回りしちゃってる気がしてて、だからうん空回りするしちゃうのはもうしちゃうから周りをこう巻き込んでいって、それがなんかそれによってグループの色だったりとかを結果的に引き出したというふうになれるように頑張ったらいいのかなって最近は思って、自分の中では落としどころをそこにつけてるところというか、でも結局やっぱ人に助けられないと私っていう人は本当に成り立たないから、メンバーもファンの方もスタッフさんもいつもありがとうです。気にしなくていいんだ、どうでも構わない今ここで一番大事なことは、そうでね、もう公演でもそう、なんか真ん中でやらせていただく楽曲多くてありがたいし、だけどだからこそなんだろう、なんかね昔とやっぱ変わったのは、昔はこう自分個人の成長のためをだけを見てても割とグループ全体として結果的になんか相乗効果につながるからバランス取れてたっていうのもあるんだけど、なんか最近の NGT を見てると、なんだろうな、なんか個々が強くなることはもちろん大前提なんだけど、だからといって一人一人がこうバラバラのことを気持ちでなんか頑張ることではなくて、多分協調性がすごく大事な雰囲気を今の NGT にはとても感じるから、なんかなんだろうな、私も昔はなんだろう、自分がセンターに立ちたいですっていう気持ちももちろんあったし、まあ、センターに立つだったら自分のこう目標をただ叶えたい、夢を叶えたいとかってそういうわけじゃなくて、グループにとって必要なセンターになりたいっていうふうには思ってたけど、最近それもなんかより増したというか、なんだろう、必要とされるというよりかは、なんか私がセンターにこう楽曲多く立たせていただいてる中で自分の良さもそう、もちろんそれはそうだけど、なんかこう全体のこう光景がしっくりくるような、周りのこう引き立てることができる人になりたいなっていうのがやっぱ出てきて、
リハーサルとかをね劇場の客席で見るとこうマネージャーさんが撮って送ってきてくれる映像とかとは全然見え方が違うというか、もう丸見えなんだよね。すごい自分もあそこに座って自分のことを客観視できたらいいのになって思うくらい全部丸見えなんですよ。すごい難しいと思うの。劇場ってやっぱ近いしさ、そうなんかでもしっかりこう LED とさライトでさやっていただいてさ、ダンスももちろんそうだし表情とか表現力とか歌もそうだし、なんかもう全部丸見えなんだなっていうのをすごい思って、難しいな。だしその端っこにいても結構見えるしね、そうポジションがそのなんだろう真ん中とかさ前列じゃなくても見てる人は本当に見てるだなって思う。自分が客席に座って見てるとだからなんかなんだろう全体をこうバーって見てても目が自然と行く、パフォーマンスをしてるこのところに目が行くなって思うし、そうね、これは極めて見るのが本当に楽しいなって。でも今の公演はそうですね、なんか自分の中でまだまだもっとこうしたいとかこうできるっていう点はたくさんすごい上がるし、なんか上がる、思いつくんだけど、でも私はステージに立つ時に公演をやる時にとかフェスもそうだしコンサートもそうだけど、本当にこうフラットな目でというか初めて NGT を見ましたみたいな人とかが見た時にあいいな、なんか目いくなって一番なる子になりたいって思って、少なくとも自分の客観的な目で見た時にそういう風に自分で思えるようなパフォーマンスまで持っていってからステージに上がるっていうのがマイルールなので、まあ人それぞれあると思いますけど、ちょっと強気なことを言っちゃっててでもそれはそのくらいなんだろう、自分のファンの方に私のことをしてて誇りに思ってもらいたいなって思ってるかちょっと分かんないけど、でもなんか私をしてくれてる方になんか自慢の推しメンなんですよって思ってもらえるようにってすごく思ってて、もうなんかなんだろう、だしそれがなんかなんだろう、なんて言えばいいのかな、全員が自分が一番って本気で自分自身で思えるパフォーマンスにまで仕上げて、それで全員のパワーを一つのステージにで発揮できたら NGT はきっと強くなるじゃないですか。だからっていう気持ちで私はやってみている
そうですね、リバイバル公演の時もそういう気持ちでやってて、まあファンの方には聞けないからさ、聞けない？なんていうの、たまにこう関係者の方とかさ来てくださる時に、関係者の方もいろんな関係者の方がいらっしゃるけど、前 DMM さんとかかな、なんかの関係者で席で見ていただいてた時とか、結構感想というかスタッフさんを通して結構探りに行っちゃうんですけど、でもそのまあいろんなことがあるけど、いろんなことなんていうんですかね、その時はなんかそう私の名前を出してくださってたっていうのを聞いて、よかったって言ってくださってたのを聞いて、え嬉しいって思ったし、まあ嬉しいとも思いつつそう思ってもらえるようにしてますから、えへんっていう気持ちはい、なのですごいそういうことがあるとちょっとは自信を持っていける、なんか結構本当に自信がを持っていいんだなって思うことじゃないと自信を持てないので、たくさん練習してたくさん鏡と向き合って自分のことを見つめてやってるつもり。なんか協調性も大事だし、ライバル意識というか私が一番みたいな気持ちをどこかでメラメラと燃やしているので、私はだからなんかでもなんどうこうなんかそれって結構矛盾してる気持ちみたいに思えるんだけど、でもなんか NGT 今の NGT にとってそういう気持ちでいるのが一番気持ち、そういう姿勢でお仕事に臨むのが一番大事なんじゃないかなって私は思ってそうしてるというか、なんかバチバチしてるとはまた違うんですよね、高め合うのとバチバチするのって違うじゃないですか、みんなの前でだからといってなんか私が一番だになるんだからみたいな宣言をするとなんかそれはちょっと違うじゃないですかなんかねって思うのよ、柔らかく助け合って協調性、なんだろう、この集まりじゃなくてアンサンブルだから、そうアンサンブルなんです、はい、ソロの集まりじゃないから、っていう気持ちでいるんですけど、なんか熱く語っちゃっててそんな自分がすごく俯瞰してみて、そんな自分を俯瞰してる私が何偉そうなこと言ってるんだって言ってるので、ちょっとね恥ずかしい気持ち、
雪見大福のいちご味が出たんですよね。それ食べたい。白い恋人ってなんかいつの間にかなくなっちゃってたよね。めちゃくちゃ悲しいんだけど、白い恋人の雪見大福がなんか最近ないんだけど、終わったんですか。話がブラジルに飛んだ。それは。なくなっちゃったんだけど、雪見大福の白い恋人味がなくなっちゃった。悲しい。で、今がいちごなんだ。そんな、そんな、そんなバカな。まあいちご味が出たならそれを食べますけど、なんかここ数日雪見大福を買ってなかった。悔しいですね、悔しいですね。コンタクトがね、どうしても乾いて仕方がない。コンタクトがどうしても乾いて仕方がない。揺れます。ほっ、今更ながら電気をつけました。おはようございます。ガリガリ君にピーナッツバターがあるんか。マジ？ガリガリ君全然食べないんですけど、ガリガリ君ってソーダとかのその爽やか系じゃないんですか。ピーナッツバター結構こってり。本当ですか？その情報は。みかんとか。部屋にいてもダウン着てるの。これはさっきゾゾが届いて着たくなって着てるんです。でもちょっと暑くなってきたから。こんばんは、楽しい公演ありがとうございました。おぼえさんって愉快な方ですね。クマ、そうだ、冬眠するんだった。クマを思い出すたびに冬眠したい願望をね、今年宣言したんですよ。やっぱ10代最後だから冬眠しなきゃいけないなって、今だなって思ったって言ってたんですけど、なんかなんだかんだねバタバタしててね、全然冬眠ができてない。ムーミンかよ。だからムーミンもさ冬眠するのって。ムーミン冬眠するんだ。
私初知りだよ。明日から本当に寒いみたい。そうなんだ。ムーミン冬眠小越遥香さんは冬眠に入ったため公演をお休みしますその発表はやばい。さすがにそれはないね。確かに多分それはちょっといても立ってもいられず出てくると思います。DMM をこう素で見て、いや冬眠私は公園に冬眠が理由で出れないのか。いやたまにそのじゃあ冬眠したらお仕事しないってことなのって聞かれるんですけど、そうじゃないんですよ。お仕事はしたいの。お仕事は続けたまま冬眠ってできないのかな。だから仕事移動するって感じですかね。まあだからその仕様はだいぶ変わってきますよ。公園も公園でもやっぱこたつごと移動しないといけないので、うん、取材だったり撮影もこたつ越し、こたつと私で、こたつもだから一部だから私の一部が増えるってことですかね。あ、私の冬眠先はねこたつなんです。そう、こたつと一緒に活動したい。こたつと一緒に活動したい私こたつと一緒に活動するね。だから次さ壁車変わるときさこたつも取るから、私のこう顔面 このアップもだけどこたつのビジュアル撮影も。相棒探さなきゃ。うん、そうだね。12月の個別写真はこたつか。そうだよ、こたつです。こたつからお届けするのでよろしくお願いいたします。明日から超寒くなる。もう十分寒いのにさ、十分寒いよね。こたつとみかん持って仕事行く間。そうだよ、新しいでしょ。そうですね急ですがそろそろじゃあ配信は終わろうと思います。今日も見てくれてありがとうございました。そして2公演ありがとうございました。次の私が出る公演は30日なんですけれども、うん、その30日はね
あの晦日なんですよね。31日が大晦日で30日が晦日なので、私それ知らなかったんだよね。今知ったの。本当かな。本当だよね。そう、晦日なのでちょっとあれですね、当たるかなとか言ってるからですけども、あのきっとね、晦日に会えたら嬉しいのではい、ぜひ来てください。やばいね、年末なんだね。全然年末の実感がない。え、16日じゃん今日。なんかさ、保育園時代とか小学生時代ってさ、クリスマスにめちゃめちゃウキウキしてたんですけど、なんか最近ね、そんな感じじゃないですね。普通にこう、もう普通に生きてるじゃあありがとうございました。バイバーイ。あ、壇上の方呼びますやべ、忘れてたわけじゃないよ、拗ねないでね。13位ふみのんさん、12位おしょうさん、11位てっちゃんさん、10位みつおきさん、9位ゆうじさん、8位としやさん、7位ぴょんぴょこぴょんさん、6位いかっちさん、5位しんいちさん、4位かんくろうさん、3位ひよぽんさん、2位ゆららさん、1位りょうさんです。ありがとうございます。はい、ということでありがとうございました。またねー。いい。